マスター、この間話したことを覚えていますか？あ、それもあるんですが、理想の関係の話です。あれから考えたんですが、私、マスターと理想の関係を目指してみたいのです。あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもないってことも。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく努力してどんどん強くなって、優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、マスターがここに来て変わったところもやっぱりたくさんあると思うのです。そういうのを成長っていうのかなって思ったら、私も一緒に成長したくなりました。マスター、私マスターのことが大好きです。マスター、私嬉しいのです。さっきも幸せだったのに、それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちらも一緒に、私たちの理想を目指して。何でしょう、ここに倒れたのでびっくりしたのです。なるほど、体を休めたいだけだったのですねじゃあ私もマスターの真似をしたいのです。マスター、隣に寝てもいいですか？いいけど少し恥ずかしいですか？どうしてなのですか？恥ずかしいという感情は確か、失敗したことを他人に見られたりした時に感じる感情だったはず。別に今マスターは何も失敗などしていないですよ。そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか？なかなか難しいのです。人間の感情を理解するにはまだまだ時間がかかりそうなのです。いろいろと考えていたら、何やら頭がぼーっとしてきたのです。あ、そうなのです。マスター、ここで私も寝てもいいですか？寝転がることではなく、睡眠をとるという意味の方です。はい、すぐにまた元気になってマスターのサポートをするのです。待っていてくださいね、マスター恥ずかしいって気持ちについて質問なのです。この前クレハが言っていたのです。失敗を見られた時じゃなくても恥ずかしく思うことがあるって。それは普段の自分とは違う一面を見られた時だそうです。例えばいつもと違うコスチュームを着た時とか。
この前マスターが私と一緒に寝っ転がった時に恥ずかしいと言っていたのは、そういう恥ずかしさなのですか？あ、でも、あれ？あの時、別に普段と違うことは何もしていなかったのです。やっぱりわからないのです。教えてほしいのです。マスターは、あの時どうして恥ずかしがったのですか？なんで教えてくれないのですか？それも恥ずかしいから、なのですか？もう、私は頭がこんがらがってきたのです。恥ずかしいは、難しいのです。でも、諦めないのです。今日もマスターと一緒に寝るのです。そうすれば、真実に近づけるかもしれません。マスター、ダメだとは言わせないのです。一緒に寝てください。ありがとうなのです。ではおやすみなさい。現実世界では同じベッドで一緒に眠るのは、その好きな人同士でするものだって。マスターはもしかしてそれが恥ずかしかったのですか？それなら私も理解はできます。はあ、マスター、もっと早く言ってくれれば。いえ、何でもないのです。マスターが私と一緒に寝てくれたのは、そしてそれが恥ずかしいのは、多分、とってもいいことなのですね。だから私はこれからも、マスターと一緒に同じベッドで寝たいのです。いいですか？ありがとうございます。今日は嬉しい気持ちだけじゃなくて、私もちょっと恥ずかしい気持ちなのです。アスナが言っていたのは本当だったのですね。ああ、なんだかドキドキが止まらないのです。これだと眠れない気がするのです。マスターも同じ気持ちなのですか？私たち、お揃いですね。